こんにちは、パパシェフです。テレビで話題になっている伝説の家政婦志麻さんのレシピを参考に、鶏胸肉の和風バジル炒めを作っていこうと思います。まずは鶏胸肉の下準備から始めていきましょう。縦半分にカットしていきます。鶏肉をカットするときは皮目を下にした方が切りやすいです。繊維を断ち切るようにしてそぎ切りにしていきます。そぎ切りをするときは包丁を大きく使って、なるべく包丁の刃で切るようにすると綺麗に切ることができます。ちなみになんですけど、皮が苦手な人は取り除いちゃってください。皮を取り除いておくと切るのも楽ちんになります。鶏胸肉を切り終わったら綺麗に並べて塩コショウで下味をつけていきましょう。下味をつける程度でいいので、うっすらと塩をしてあげてください。胡椒も臭み消しにガリガリと振っていきます。はい、そうしたらまな板を変えてパプリカのカットをしていきましょう。ヘタを切り落としていきます。白い部分が気になったので切り落としていきます。この白い部分は食べられるんで別に切り落とさなくても大丈夫です。はい、そうしたら乱切りにカットしていきましょう。だいたい一口大の大きさで、なるべく大きさが揃うようにカットしていきます。赤いパプリカも同じようにしてカットしていきましょう。ピーマンもパプリカと同じようにヘタを取り除いたら乱切りにカットしていきます。大きさを揃えるようにしてカットするのが理想的ですね。お次は玉ねぎです。皮を剥いてきれいに洗ったら、芯の部分を取り除いてあげましょう。半分にカットして、パプリカやピーマンと同じように乱切りにカットしていきます。大きさを揃えるようにしてカットしてあげてください。大きさを揃えて切ることによって火の入りが均一になったり、盛り付けた時の見た目が良くなるので意識してカットしてみましょう。はい、ニンニクと生姜をみじん切りにカットしていきます。まずニンニクは芽を取り除いていきます。そしたらみじん切りにカットしちゃいましょう。生姜はまず皮むきからしていきます。生姜はスプーンで皮を剥くのがおすすめです。はい、そうしたらあとはみじん切りにしていくだけです。これで野菜のカットは終わりです。火をつけたらフライパンに油を敷いて温めていきましょう。パプリカと玉ねぎから炒めていきます。中火ぐらいにして野菜に油が馴染むように炒めていきましょう。玉ねぎがうっすらと透明になってきたらピーマンを加えていきます。野菜を素揚げした状態に持っていくイメージで炒めていきましょう。はい、野菜がしんなりとして玉ねぎの縁がちょっと色づいてきたの分かりますかね。そうしたら野菜に火が入った証拠なので一度ザルに上げていきましょう。ザルに上げることによって余分な油を切ることができます。フライパンは洗わずにそのまま使っていってください。油を大さじ1ほど加えて、弱火で生姜とニンニクを炒めていきます。焦がさないように注意してください。生姜とニンニクの香りが立ってきたら鶏むね肉を加えていきます。鶏むね肉は火を入れすぎると水分が抜けてしまってパサパサになってしまうので注意してください。ニンニクと生姜を和えるようにして炒めていきます。鶏むね肉が白くなって火が入ったら野菜を戻し入れましょう。全体的に和えるようにして炒めていきます。オイスターソースで味付けしていきましょう。
オイスターソースは大さじ1加えます。ざっくりと混ぜ合わせたら大葉を5枚分ちぎって加えていきます。大葉を最後に加えることで鮮やかな緑をキープでき、さらに香り豊かに仕上げることができます。味付けはオイスターソースのみなんで、味見してみて物足りないときは自分好みにアレンジしてみてください。